はい、無職パートに行くパート48です。ですね、先にご飯の紹介。コンポタージュスナック、サワークリーム、ごまビスケットで、ごつ盛りにんにく醤油、スタミナにんにく醤油。はい。で、話したいことが一つ大きなことがあって、ドグラマグラ読みましたよって感想動画あげました。その時に何かの作品のルーツなのかもしれないねっていう話をしました。で、何の作品が派生したものだろうみたいな、これとこれ似てるんじゃないみたいな、ドグラマグラと何か似てるんじゃないって、で、思ってたんですけど、パッと出てこなかった。けど寝る前に思いつきました。進撃の巨人です。はい、進撃の巨人めっちゃ似てます。息子がその血によって血脈によって翻弄されたり、お父さんの企てによって息子が翻弄されたり、そうですね。そこら辺がすごい似てる。あと、何？心理的な、精神的な記憶の継承みたいなのが、巨人のさ、血と似てませんか？っていう話ですね。進撃の巨人のそのモデルとしてはやっぱ巨人ってことで、なんだっけ、なんとか神話、あれ、トールとか、なんだっけ、あれ、何神話だっけ、オーディーンとか、トールとかオーディーンとかが神として崇められてる神話ありますよね。巨人が出てきて、世界中があってみたいな。それが多分ルーツなんでしょうけど、それとドグラマグラっていうのはやっぱすごい関係してると思う。ドグラマグラが何かしら、やっぱ、それできたら、なんか、他の作品とかもね、パッと出てくる、なんか、あれもそうじゃないかとか、サイコパスもそうかもしれないとか、なんかいろいろ出てガンダムもそうかもしれない、ユニコーンとかね。で、思いついたんですけど、一番は、進撃の巨人だと思います。はい。っていう話ですね。すごい似てて。天才が作り出すものは、結局、なんだろう、やっぱ売れるなんか枠組みっていうか、ストーリー展開があるんだなみたいな感じですね。いただきます。そんな感じですね。ドグラマグラ。バカおもろいかって言うたらそうでもないんだよな。で、新しく見たアニメ。まあ、特にない。はい。ないね。ないです。時事ネタ関係。チャンネル登録者数1人増えましたね。43から44に。ありがとうございます。ニュース関係いきますか。ポケモン新パック出たんですね。パラダイムトリガー知らんかった。ポケモンのパックの頻度はすごいっすね。発売頻度は大人気ゲーム、大人気カードゲーム、すごい。ポケモンまあ、学校の先生のブラック企業な労働環境、ブラックな労働環境のなんか特集とか見ました。学校の先生大変ですよね、きっとね。なりたくねえし、なりたいと思ってるやつマジ、
どうかしてると思いますね。信用できない。残業代の扱いがひどすぎるから、法律的にね、先生って。だから、そこ改正して、ちゃんと教師にお金払えみたいな意見ありますけど、僕はそっちじゃないですね。どっちかっていうと、無駄な残業なくせみたいな。外部委託できるところは全てして、部活動の顧問とかさ、無駄な書類とか、うん、あと添削とかさ、労働時間の方をなくしていかないといけない気がするんだよね。労働時間に対してお金を払うんじゃなくて、働きすぎだから、働いた分の、長時間働いた分の対価としてお金もらってるから、よし生徒たちに頑張って教育しようとかっていうより、健常な、まあ、健康な状態で教育をしてもらいたいですね。健康じゃない人が何を教えるんですかみたいな。とは思うんですけど、別に僕は政治的な思想とかが特にないんで、はい、僕に関係してないんだよね、実際。まあ、間接的にはあるんですけど、目の前に起きたトラブルしか僕は解決する気ないんで、はい、自分さえ良ければ全てよし。あとなんだろう、特にないかな。では、切ります。じゃらばい。ドグラマグラ。